にちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。僕のドラムソロのいろいろレクチャーを見てると、こういうソロはできるようになった。でもある程度テンポ遅いと、できてとってもいいんだけど、なんかちょっとスピード感に欠けるな。じゃあ3連符を入れよう。じゃあどうやって入れようかっていうところで、僕がいつもおすすめしてるのが3ストロークってやつですね。オルタネートっていうのが3連の交互。そうすると毎拍ごとに右左変わっちゃうじゃん。でこれを A スタイルと B スタイルでこのように分けてるんですけど、この A っていうのは何かというと、右左左のスタイル、ミヒヒミヒヒ。 B はミミヒですね。ミミ、じゃあ表が右裏が左っていうアクセントで統一できるのでめちゃくちゃ楽なんですよ。で組み合わせいろいろあるんですけど、まずこの2つだけで十分だと。でエチュードの練習としては、表4回裏4回で、だんだん短くなって、表2回裏2回、表2回裏2回で1回ずつっていう風にすると、こういうエチュードができます。1、2、3、4。これを早くできると、シングシングシングのドラムソロぐらいできそうじゃないですか。なのでこういった形の、動きをやるんですけど、慣れてくるとみんなね、これ結構よくロックでも使えます。このね、ここの部分使ってるのね。ここの部分を一回使って右左左右右。エルヴィンもよく使うし、これはよく使う人、ジャズミュージシャンもいっぱいいるんですけど、これって表からになっちゃうので、裏スタートの方がジャズらしくなりますよということでですね、これひっくり返してます。BBBBAAAA でやってみると、これの練習すると左からスタートする癖がつくのでいいかなと思います。アートテイラーよく使うんですよね。なのでこの手順ですね。332で練習しなさいっていう、このエクササイズ僕最初に教えられたんですけど、 A が3回 B が3回で1回ずつだから、切り替えの練習にはいい。でこれもひっくり返した感じ。こういう使いやすいかなと思います。でこれ全てがですね、これタムに移動する。右のアクセント A の時は B の時はっていう練習をしてください。これができたら今度シンバルで、シンバルはハイハットは24でキープして、バストラはシンバルについていきます。
これを全部この A スターと B スターと3311の練習をしてもらえると、まあ手順的に手がこういう、こういう表のアクセントと裏のアクセント行ったり来たりで間が3連で埋まるっていうのが結構自由にできるので、でこれを例えばそのどうやって使うかって、このさっきこういうのと混ぜる、感じで混ぜて使うとうまくいくと思うんですね。頑張ってやってみてくださいね。で、よく使うのがですね、アートブレーキなんか、これはアートブレーキは多分オルタネートって交互にやってるんですけど、交互の場合は全部右からスタートなんですけど、これですね、左右右左、こっからスタートです。ワンツーウッ、このこっからやっちゃうと、なんか頭から始まって頭で終わっちゃうじゃないですか。なので、裏から始めたい、ワンツースリー、あとは全部表でいいんですよ。例えばウッパーダッタッタッタッダダッタって最初が裏だから全部押されていくんだけど、ワンツースリーホータッ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 ダダッタだと進まなくなっちゃう。で最初にドミノがピッて倒れれば、あとは表でもずっと倒れていくんですよね。なので入りだけこのスタート、これはもうものすごいいろんな人がこれで入りますし、メロディーもウッタクタクタタッタとかメロディーもこれで入ることがジャズ多いんですね。なのでこういう使い方ね、これはもう覚えておく。なのでこの形でワンツースリーフォー、このここはタタタドっていうのはタタタド、これフィリーもやるし、ロイ・ヘンズもやるんですけど、このタタタドを5ストロークで、ワン・ツー・スリー・フォー、こんな感じでドラムソロしてもらうとめちゃくちゃジャズっぽくなるでしょ。なのでこういう、これから入る、何を置いても裏から入る、アートブレーキのソロを取ってみるとスタートはね、もう徹底的にこれで入ってきますね。そうするとやっぱりあとは全部表なんだけど、ブレーキ、ブレーキの場合はでもね、全部オルタネートなので全部コルゴで右からスタートして、あとずっと右アクセントですね、ワンツースリーフォー、よく聞くでしょ、ワンツー、よく聞くじゃないですか。ハンク・モブレンのディスガイディングオブユーとかね、ああいうのでよく使ってるドラムソロなんですけど、スタートはもう徹底的にこっから入ってます、ウッタララララ。そしたらあとは全部表アクセントなんですよ。で表アクセントはあとあっちこっちに移動してるだけなんで、メロディーはすでに聞こえるということですね。歌るるるるるるみたいな感じで多分頭の中で歌ってるんだと思います。という形で、練習してもらえると、この3ストロークがジャズのドラムソロに非常に応用できるんではないかなということで、僕のおすすめ練習方法でした。でこれをね、シンコペーションブックに読み替えるっていうのが YouTube にあるので、またそれで、ね、いくつかには分かれているので、ちょっとまとめ動画を出したいなと思ってますので、ぜひ練習していただければと思います。こちらの譜面の資料とかはメルマガの方にはダウンロードできるようにしてありますので、自分で手書きで写してもらってやってもいいし、覚えてもらえば、こんな難しくないですよね。表表表表裏裏裏4444222211111っていう風にやってるだけなんで、覚えちゃえばいいだけの話だと思うんで、ただ書き出してみるとこうだよみたいな感じですね。なのでそういった練習をたくさんしていただけると、こういうドラムソロがこう超絶な感じ、これもう本当に還暦過ぎてからうちに習いに来て、もう毎日練習されて、もう手が面白いぐらいになんかこう動いちゃって、もう楽しくて楽しくて仕方ないってずっと練習されてる方で、もうライブバンバンやられてる方やっぱり何人かいらっしゃいますね。なのでこれ先にやるといいかなみたいな、で
交互もできた方がいいんですけど、とりあえずとっつきがいいのでビッグバンドの人とかも埋めるのめちゃくちゃ楽なので、この形でエチュード練習してもらってドラムソロに応用していただければいろいろできるんじゃないかな。これ決めの間にもいっぱいはめ込めるので、ぜひ練習していただければと思います。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。面白いなと思った方はさ、ぜひぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。